様子をお話ししてから面会してまいりますけど、はい、まだね、痙攣します。で、薬が打つと、なんだっけ、これね、かなり強力な薬なんですけど、フルニトラゼパムってかなり強力なやつですよ。もう麻酔導入剤で人間で使うようなやつ で打つと、まあ、通常の子だとね、12時間ぐらい効いてるんですよ。だけど12時間は効かない。3回ぐらい打つかな、これ8時間ぐらいでまた打つって感じですかね。で、そう打つとしばらくは寝てくれるから、だけどもう切れてくるとこんなんなっちゃうんですよ。だけど、まあ、こんなんなってもさ、ちょっとぐらいになっても実はちょっと様子見てるんですよ。でないと口から物が飲ませられないから寝ちゃうと。でもそういう時でもやっぱり何回かちょっとお水を口から飲ませてみてるんですけど、やっぱり飲めない、まだ、ね、そんな状況です。1回も飲めてないですか？1回も飲めてないです。もうそのままだらっと。だから水が最初ずっと流動食をやってみたんだけど、全然食べれないから、ちょっと水が飲めなきゃ無理だよねってことで、まず流動食は1回しかやってないし、飲めなかった、食べれなかったし、それからお水でやってるんですけどね。これね、ちょっとね、意識がね、しっかりしてこんとさ、なかなか嚥下もできない。嚥下って飲み込むこともね、できないかなとは思います。といってさ、これをなしにしちゃうとさ、多分ガーって なってきちゃうんですよね。で、あとですね、すいません、この方ちょっとあんまり状態が良くないんで、昨日は見てるのは階段のやつだね。そう、この炎症マーカーの数字が最初正常だったんですね。一番最初に来た日正常だって、で3日の日がもう7振り切ってました。7以上でめちゃくちゃ高いんですよ。で今日見たら 2.6、 まだ正常より高いけども3日の日よりは下がってる。から上から行かせてもらうと、まあ、こんな点滴をかなりねゆっくりゆっくりしてやってるんだけど、それでもまだ脱水してる、こういうのが高い、脱水してるということがあります。それから腎臓の機能はまあ悪くないんだけど、肝臓の数字がちょっと、まあでもちょっとこれよりは下がってんのか。あれ、4日で調べんかったんだっけ。4日は調べてんだよね、うん、この肝酵素の数字 GOT が260だったのが126だからちょっと下がってますね、高いけど。一番最初のやつは多分渡してると思うんだけど、正常範囲だと思います。ただビリルビンが 0.6 でちょびっと高いですよ、これ。だからちょっと胆汁の流れが悪い。もちろん胆汁の流れを良くするようなものを与えてるんですよ。肝臓が悪くなるのは分かってることなんで。それから、あとはまあ、タンパク、アルブミン、こういったところは、まあ、正常範囲で、コレステロール、中性脂肪も正常範囲で、これね、赤血球の容積、前は 54.9、まあ、ちょっと高いぐらいの数字ですね。で今 38.5、まあ、一応正常範囲なんだけど、正常の一番上から一番下近くまで来てます、うん、食べられてないですね、うん、だこれ37切ってくると貧血症となってきます。だから白血球は 16,200 戦ってるわけですね。白血球増えてる。それからこの辺は肝臓、膵臓の機能を見るところがちょっと前は正常だったのがちょっと高くなってる。それからリン、今回はリンは前が高かったのが今回は正常になってる。 CPK も前が2000振り切ってるのが高いけどちょっと下がってる。だから良くなってる数字もありますけどね。ただ何しろね、意識がさまだない。でも嬉しかったのはこの CRP がまた7以上だったらどうしようと思ったんだけど、まあちょっと下がったのはいいことだけど、ただまだ決して安心できる状況ではないですね。で、昨日私おしっこでベタベタになっちゃうから尿道カテーテル入れたんだけど、尿道カテーテルからさ、やっぱり昨日は綺麗なおしっこ出たんだけど、今日の朝見たらさ、なんかちょっと濁ったおしっこが出たんですよ。だから多分もう閉鎖式にやってるんですけど、やっぱりそこから感染を起こすみたいでよろしくないから、もう尿道カテーテル外しました今日は。そんでおしっこそのまま出ちゃうんだけど、まあちょっと
おむつ当てて、それを取り替えると。そういう形になりました。で、治療のメインとしてはステロイドをちょっとドカンと使って、あとはこういったのと。それから、あの抗菌薬と、それからあとは、ちょっと肝臓の機能とか心臓の機能をね、落とさんように、ちょっと点滴をさせて、で、心臓のこともあるから心臓に負担かけないようにということで。ただ、飲み薬はまだ使えてないもんね。全部注射ですね。水が飲めんこに薬は飲ませれないから。まだ危ないです。まあ、反対に言うと、頑張ってるといえば頑張ってるんですけども、あの時。という様子ですね。すいませんいいことが話できれば、ね、ちょっと暗くなっちゃいますよね。そのこういう話するだけだと、まあ、正直まだまだっていうところですよね、うん、まだ入院ももちろん必要ですし治療も必要だし、うんまあ、そうね必要だと思いますね、例えば変な話、はい、これを止めちゃうともうやっぱり生きるのは難しいっていう、うん先生の判断ですよね。そうですね。おそらく、まあどうなるかは何とも言えませんけどね。でも止めたらおそらく痙攣がまた起きてきちゃうんじゃないかな。でも今だって痙攣が起きたらずっとですもん。うん、起き出すと最初こうピク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 してて、うん、もうそれがだん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 ひどくなってって、もうあこれ以上太ることも全身性のひどいになっちゃうなと思うとも入れちゃうんですけどね。それ普通の転換と違うから、そんな2分とか3分で止まるタイプの痙攣じゃないから、これ今起きてくるのがね、持続性のやつだからさ、やっぱり止めないと、そんな全身性の痙攣がずっと続いとったらそのまま体力なくなって死んじゃうんじゃないかなという気がしますね。ただこの子あのもともと10キロあったじゃないですか、体重が。ですぐ体重減っちゃいました、申し訳ないけど、もう次の日 9.85 度、3日の日は 9.35 で、そっからはなんとか 9.3、 今日も 9.2 か、まあ、減ってはいるんですけど、最初ほどの減り方ではないんですけどね。まあでも、あそうそう、それと血糖値はね、そうそう言わんかったけど、めちゃくちゃ低かったじゃないですか血糖値。まあ、うんはい、でここからブドウ糖の入りの点滴になってるから、うんねはいはいうん、でもブドウ糖入りの点滴すると上がりすぎることもあるんだけど、うん、まあそんなに正常範囲ですね、うん、こんな25でも痙攣起きますからね、うん、低血糖性の痙攣でまだ意識はないですけど、はいまあ、でもちょっと声かけをしてみてください、うん、反応してくるかとかまた教えてください。わかりました。はい、じゃあこちらを渡してきます。そうか、エアコン止めてください。もう取り終わったから、はい、じゃあこちらで扉開けてもいいですからね、はい、下から君にちょっと開けてもらうと、